私ドイツが脱原発に行ったのはなんかすごく唐突のように言われてたんですけれど、私は全然唐突だと思ってないんですよね。もうやっぱり40年ぐらいのこの反原発の歴史がありまして、一番最初は本当にもう学生運動から流れてきたみたいな人がやってたり、まあ日本と同じような状況だった70年代なんかは。だけどそれが日本は割とその局地的なまま終わっちゃって、でたまにそのどっかで原子あのなんかが原発が立つとか、核の貯蔵の、核のゴミの貯蔵所ができるとかっていう時にはデモが起こったりしましたけど、でも局地的なままで終わっちゃったみたいなところがあるんですけど、それがドイツではやっぱりこのものすごいだん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 国民的なうねりみたいになってずっと来てたっていうのがあるんですよね。ですからなんか例えば誰に福島の事故の前の話ですけど、その誰にこう聞いてもあなたは原発をどう思いますかってすごくニュートラルな質問を出しましても、学生であれその主婦であれ誰であれなんかね意見をね持ってたわけなんですよ。私は賛成だとか私は反対だとか、それでまだ私は分からないっていうのも意見としてあったわけですよね。だけど日本の場合っていうのはなんかそんなことを考えても見たことありませんでしたっていうのが多分一番多かったと思うんですよ。私もそうなんですけれど、それで全然こうだから国民的なうねりとは絶対になってなかった。でドイツの方はそういう下地がありましたから、今例えば割とこう脱原発万歳みたいにちょっとなっちゃってますけれど、でもね元のベースのところはねやっぱりねまだねちゃんとそんな感情的じゃないと思うんですよ。いろんな知識みんな持ってる。だけど日本の場合今あの事故の後にあっという間にいろんな知識をこう受けちゃったもんで、それで本当のところを言うと難しすぎてよく分かんないんですよ。放射能のことも分かんないし、原発の構造なんてあんなのいくら聞いたって本当は分かんないんですけれど、でも言葉としては覚えて、なんとなくこの人がこう言ってる、あの人が言ってるっていうのを聞いてるだけで、自分ではちゃんとは分かってないけれど、こうあと感情論が入ってって、なんかねこう地に足のついてない国民レベルですよ。専門家の方は皆さんご存知なんだけど、その一番大きなその意見を持つべき国民のところにちゃんとした地に足のついた意見がね、まだねこう熟成できてないと思うんですよね。だからこれはもうちょっとやっぱりねちゃんと結論を出すためにはまだまだもうちょっと時間が必要だと私は思ってますけど。まあ僕もそう思いますね。だから僕なんかまあその割とそういう人たちに接する機会も多いので、まあ話しても自分が聞きたい情報しか入ってこないんですよ、耳にね。でなので違うことを言っても全然伝わらないし、私たちの声が通じないとか、なんか逆に言われたりして通じてますよと十分って言うんですけど、その10年ぐらいは多分おっしゃったように、どういうんですか、情報の普及っていうんですか、良質な情報も、相当の幅で、普及して咀嚼する時間と、コミュニケーションをする専門家のね、努力といろんなのが必要ですよね。それは別に推進派だけじゃなくて、反対派の人もそうなんだけど、燃え上がってるこの火に油を注ぐような情報の提供の仕方ってやっぱりおかしいと思うんですよね。だからその火は燃えていいんだけど、大きすぎますよとかね、あるいは全く燃えないっていうのも変ですよとかですね、まあ両方が間、専門家であればあるほどですね、煽ってはダメですよね。だから結局両派の専門家同士が、まあ、一堂に会してやろうっていう話になるんですけど、やってみても結局会場からのなんか拍手みたいな、ようになった。会場が拍手するっていうことはちゃんと考えてないってことですから、なんか言葉に反応してるだけで、でも反応するしかね、やっぱ資料としてはねないんですよ、方法が。だからね、僕はやり方がおかしいと思ってるんですよ。つまりああいうシンポジウム形式みたいなやつっていうのはある種劇場型なんですよね。で、例えば反論、対論とかって常に、まあ本郷さんのところもテレビでやろうとしてるけども、あんなのって全く意味ないと思うんです。丸々自分の言ってることを言わせてくれないんだから。
そのある論点についてやり取りして1回で終わりでしょ、例えば、うんうん、それでもう次時間がないのでみたいな、あの何度繰り返しててもその良質な情報にならないですよ、うん、だからあのちゃんとした本を出すとか、なんかあるいはその報告書を持ってあの読書会をするとか、うん、相当ディープにやらないと、うん、あの多分理解って深まっていかないというのは僕の経験上の話ですね、うん、特にテレビは良くないですね、うん、それにそうですよね、うん、ちゃんと平等な報道をしてこなかったし、まだ今でもしてないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、まあ、それはそうですね、だから社の方針があるっていうのがね、あのテレビに、うんうん、それが良くないですよね、うんうん、まあ、あとはあの番組として、僕はあの番組の中で対論をするよりもこっちの番組、こっちの番組っていうのがあのどういうんですか、1個丸々2個あった方がいいと思うんですよ、賛成論の番組と反対の、そうそうそう、でどっちをその信じるかとか、どっちを、まあ、説得的と感じるかっていうのが選択肢として現れる方が、うん、その、言葉の上のやり取りだけでそのやるのってあんまり良くないし、で今ね、僕はあの日本で一番良くないのはその専門家で、いわゆる本当の意味での専門家の人が、これまで割とあの福島の後ですね、いろんな情報、特に放射能に関する情報って出してきたんですけど、あの出せば出すほど叩かれるわけですよね、うん、さっき言ったようにその反対派の人にとっては危険な情報を聞きたいんですよ、うん、自分の不安が正しいと思いたいみたいなところがあるので、そういう情報が出てこないとこの人は御用学者だと言われるわけでしょ、うん、そのこの人はメディアに出なくなるんですよ、そうするとあの普通に自分はさっき言ったどっちが正しいかなと思ってあの白字で見ようとしている人にとって、一方のそのデマも含めた情報の方ばっかりが量的に増えるんで、この良質な情報が出てこなくなるんですよね、うんはい、でもそこら辺はドイツもなんか似てると思うんですけれど、危険なあのドイツ人ってもともとすごく懐疑的なんですよね、うん、だから政府の発表したことなんてすぐに絶対信じなくて、いや違うんじゃないかってまず思うんですよね、うん、それとあとね悲観的なんですよかなり、うん、だからなんかいつもね悪い方に大体行くから、うん、だからもうあの放射能ももちろんそうですし、うん、他の例えばあの食品に入ってるなんかちょっとこう悪い成分だとか、うんうんうん、あとまあいろんなものがあるんですけど、神経質なんですか、すっごく神経質で、そういうニュースがねしょっちゅうしょっちゅうリアあってんですかね、うん、だからいや、ね、そういうところも日本人よりももっとなんかね悲観的ですね、だから悪い方に悪い方にで危険危険危険、それでまあ国民がまとまっちゃって脱原発の方向に進んだんだと思うんですけど、テレビなんかテレビとか新聞とかどうなんですか、両方の意見もちろん載せるんですね、それで先ほどおっしゃってましたけど社の方針っておっしゃってましたけど、もちろんドイツだって社の方針っていうかその傾向っていうのはあるんですけれど、でも大きな例えばフランクフルト・アルギマイネだとかそういう一流の大きな新聞になりますと、うん、例えば1ページを使って誰かに賛成論を出したら次2週間ぐらい後で1ページを使ってまた反対の人の意見を出すっていうようなことを割としてます、うん、平等に、うん、あれはいいと思うんですけど ね、うん、ね日本だったらやっぱりそこまで平等に出せないんじゃないかなと思うんですけど、うん、新聞は、うん、ドイツ人って原理原則が好きな人たちだから、うん、この間聞いた話なんですけれど、例えばロボットを生産工程に使うとという時期が 2,30 年前にありましたよね、うん、ああいう時に他の国だとみんな日本が結構ロボット技術進んでましたから他の国だとそれをね、あこれはいいことだ合理的だって取り入れるのに、ドイツだけはまずロボットとは何かっていう定義のところで止まっちゃったっていうんですよ一番最初に。ですからなんかそのなんかこうまず何かを始める前にすっごくもう裏から表から考えて、それで自分たちのこれは倫理と合うのかとかなんかそういうことまで考えて始める人たちだから、だからその省エネだとかそういうことに関しても、うん、おそらくねなんかものすごいいろんな意見をまず出してから始めるんじゃないかっていうのは思います、うんうんうん、日本はどっちかというとその原理原則論よりも現実問題処理主義なんですよね、うん、だから逆にブレるっちゃブレるんでその時に合理的な解決方法を見出すのは非常に得意としてるんですけど、うん次に起こった時に
別の状況で起こるじゃないですか。そうするとですね、この前に用意したこの準備したその政策っていうんですかね、その制度をこっちに当てはめようとするんですよ。でも非常に状況に依存した形での解決方法だったんで、うん、こっちでは多分解決がつかないんですよ、うん、そうこれがここでできないと、もう一回ここでのその解決方法を探さないといけないでしょ、うん、だからどう言えばいいんですかね、その時間がかかるんですよね、うん、で前のがダメだということをみんなが納得するまで時間かかるんですよね。だからどん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 その、問題は増えていくんだけど解決が少なくなっていくっていうケースになる。で原理原則がしっかりしてるとね、ちょっと合わなくても切るんですよ。その切るっていうか、その状況に応じない部分っていうんですか、うん、その状況を考えたらそこまで割り切れるかみたいな、日本人なら思いがちなところを割り切っちゃうところがあるわけですよね。融通が効かないっていうのもありますよね。そうだからどっちがいいというよりはそういうスタイルなので、相手を見習うって言ってもなかなか難しいところがあるので、まあ、あの日本 の、 その状況主義的なものっていうのはなかなか治らないっていうか変わらないと思うんですよね、うん、でその原発の問題について言うと、その今度事故を起こしちゃった前はですね、そのずっとその原発事故を起こしちゃいけないっていうことから起こらないものであるっていうふうにだんだんとその転化されてきてたんで、うんうん、起こったっていうことが早く認めなきゃいけないので、これなかなか認められないんですよ。あれは津波のせいだとか、うん、まあ、要するに天災だとかって心の中で思い続けてる人がまだ多いので、うん、真剣にここに取り組まなきゃいけないのに遅れてるっていう面はあると思うんですよね、うん、だから原発を残していくのはエネルギー政策として僕は必要だと思うんですけど、うん、その今回 の、 その事故によって自分たち の、 ど の、 その頭の構造を変えないと次からその社会的信頼がね取り戻せなくなってるのかっていうことについて、もう少しこうセンシティブにならないと、あの必要性を言うだけではなかなか原子力はもう一度戻らないと思うんですよ、日本の中では。その辺がまだ原子力関係者の間でまだそういう、こう鋭敏な意識になってないっていう感じはありますよね、うんうん。